はい、どうも、へそぼです。ということで、今日もマリオカートツアーやっていきましょう。で、今日はね、順位も大事なんだけれども、順位もさることながらね、ジュゲームカップ。このね、全部のカップをね、今回のひんやりツアー、もう攻略していかなきゃいけないので、このジュゲームカップ。これはね、前回の、デイリーで1個クリアしてるので、バニラレイクとロックロックマウンテン、壊せアイテムボックス、こちらをやっていこうと思います。よろしくお願いいたします。ということでね。じゃあ、行ってみよう。バニラレイクね。お、ディーディーじゃん。ディーディーなんだっけメスザル。メスザルこれ。ま、名前はよく覚えてないが、ま、いいだろう。レッツゴー。よし、完璧。よし、いいんじゃない？いいんじゃない？いい感じ。いい感じよ。いい感じよ。あ、氷のかけらぶっ壊した方が良さそうだけど、凄まじい動きするね。お、ナイスフィーバー。ナイスフィーバー。いいんだけど、ガコンっていくのね、あれ。当たると。むしろなんか、甲羅かなんかをぶつけて壊した方がいい感じね。え、もう終わったよ。早いよ。早い。すんごいショートコースだな、最近。なんか、このツアー始まってから、こういうなんか、ショートコース増えてる気がするんだけど。気のせいかしら。気のせいだと言ってよ、バーニー。よし、コンプリート OK、ナイス。いいね、コンプリート。次、ロックロックマウンテン R。ロックロックマウンテン R、すげえな、このむさい男ばっかりだね、これね。ほんとに。よし、これでいっちゃうぜ。むさい男たちだけの中の。やっぱむさい男カップみたいになってんな。もう一人可愛らしいのもキノピオだけだよ。やば、もう最高速重視のこの大きな方々。この上ってさ、なんかできるのかね、飛んでる途中。ああ、そういうこと？飛んでる途中なんかできることあったね、今ね。今行けばよかったよね、完全に。な、多分あの空気に乗らないと何か良くないことが起こってる。死ぬ。お、そういう感じなんだ、ドンキー。ドンキー、そういう態度で やらせてもらってるんだ。いいよ。そういうことならいいよ。こっちもこっちで、もういろいろやることあるぜ。クッパ、ほんと使いづれってか、これ何よくわからない武器が出たけど。やばい、あいつ防具持ってやがる。うわ、危ねえ。赤コーラ設置してあった。え、今何だったんだろう。何も起きなかったけど。てか、早えな、あいつ。あ、なんか光った。フィーバーしてる。2位でした。もうそういうことですね。使いづれ、なんか加速しないからさ、クッパって。すげえ使いづらいね。え、なんかさ、そんな、なんかステータスあるのかわかんないけど、なんかね、
加速力が低い気がする、クッパ。毎回乗ってて思うけど。あー、今1位だったらもう完全に普通にあれだったんだ。OK だ、OK とか、あの、コンプリートだったんだ。残念。しゃー。俺、これ系嫌いなんだよね。ほんと嫌い。もう、嫌いすぎて焦るぐらい嫌い。なんか今回調子いいんじゃない？調子いいんじゃなくて？この光り輝きながらのゴール半端じゃねえな。なんかもうすげえあの帯電かなんかしてるな。よし、ということでですね、カップフィニッシュということで、ジュゲムカップ攻略をお送りいたしましたということでね、こんな感じでね、サクサク攻略していきたいと思いますよ。それではまた。